皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、あれだ、ホイコーローね、ホイコーローリクエストをいただきました。確かてっちゃんかな。めんどくさいんで、まあホイコーローはまあ別の機会にね、やるとして似たような感じで、肉キャベツ味噌炒めね、これですね、やっていきたいと思います。それではね、早速スタートしましょう。はい、まず本日はね、合わせ調味料っていうのから作っていきますか。まず味噌ね。はい、味噌こんぐらいでいいか。ガツンガツンパラライカとね。はい、味噌1、みりんね、本みりんがいいね。はい、本みりんも1、要するに味噌とみりん同割っちゅうことだね。あとはこれをガツンガツンパラライカとね、混ぜりーなとしていきます。そして豆板醤ね、これ少しでいいっすよ、少しで。で、まあ家に豆板醤なんかねえよって方は一味とか七味で全然 OK。 粉唐辛子とかこんなもんでいいからね、あんま入れちゃうと辛くなるからね。俺カレーの好きだよって方はね、もうガツンガツンパラレアってガン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 入れてね、もう口から引いてるぜこの野郎みたいなね、感じで召し上がっていただいても結構です。あとはこれを混ぜりーぬとね、混ぜていきましょう。はい、そしてしょうがね、おろししょうがね、はい、ガンガンガガンガガガンガン、これ少々でいいよ、少々でね、香り付け、はい、こんな感じになりました。はい、そしておろしニンニクですね。おろしニンニク、これ一かけね、やっぱ夏ときたらニンニクだろうみたいなね感じではないでしょうか。はい、ニンニク一かけだね。入れたい人はね、二かけらぐらいまで入れて大丈夫かな。多分ね、三つ入れちゃうとちょっと味がちょっと違っちゃうんじゃねえみたいな、ちょっと苦味が出ちゃうんじゃないかねみたいなね、感じになります。はい。こんな感じで、OKOK ですね。まあ要するに、みりんが1、味噌が1、豆板醤少々、おろしにんにく、おろし生姜とね、はい、これあとはね、混ぜてガンガンガガンガガガンガンとね、はい、こねこねこねんこ、これでいいなとね、混ぜてください。はい、もうこれでね、合わせだれは完成となります。はい、そうしたら、まあ、あとはキャベツね、切るだけだね。キャベツ一玉いっちゃう、多いかな、多いよな。あとはキャベツをね、適当にざっくんざっくんざっくりやとね、ざっくりにしていきましょう。はい、こんな感じでお願いいた、やっちゃってるよ、一玉やっちゃってるよ、今日もこれピクルスじゃないよこれね。はい、そしたら芯のとこね、芯はカッツリーナと取って、ポイしていきましょう。であとはね、ガンガンガガンガガガンガンだね。でカットしたらね、ザクッと洗ってバーナーコーナーの方へゴーしましょう。はい、バーナーコーナーの方にね、やってまいりました。それではね、お肉ですね。はい、もう切り落としでもコマでもバラでもね、全然 OK です。豚肉でも鶏肉でも牛肉でもね、全然 OKOK、ベリー OK でございます。はい、お肉入りました。そこをしたら今日はね、ちょっと下味つけさせてもらいますね。がっつりのと紹興酒少々ね。はい、これで揉むだけでございます。おブラックペッピーだな。はい、ブラックペッピーを少しね入れて、あとは揉み込むだけでございます。そして手前にフライパン、向こうに黄金だし入ってます。ちょっと沸騰しちゃったね。そしたらこれをもみもみもみんたもみりーなですね、をもみ込んでいきます。ガツンガツンパラパラいかとね、全体的にお酒が行き渡るように、あ、紹興酒なかったら日本酒で全然 OK ですよ。はい、ガツンガツンパラパラいかと。はい、そうしたら今日はね、この黄金だし、これ先ちょっとね茹でちゃおうぜみたいなね。はい、茹でてクイッキーに、キャベツ味噌炒めね、これを完成させていただきたい、と思います。こんな感じになりました。どんな感じなのということで、はい、もうここ強火ね。はい、強火でガツンガツンパラライカといきましょう。はい、そうしたら手前のフライピンの方ですね。はい、これも点火してフライピンの方に油をなじなじなじんたなじりーなですね、年のなじりーなどこ行ったんでいいということでね、やってまいりましょう。あ、熱いな、熱い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 。はい、そうしたらね、いつものようにフライパンの方にね、油を軽くなじりーなですね、またなじりーなかい、
はい、こんな感じでぐるんぐるんぐるんとね、はい、なじませましょう。おおおおおお、水入ってると危ないよこれね。おおおおおおお、怖い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 。はい、そうしたらキャベツ増えるのかよ、これキャベツ丸ごと1個だよこれ今日。おお、すごいね、あがっつりだと、はい、入りました。いや、触れないよこれじゃ、触れない、やばいね、やっちまったからね今日はね。うん、はい、それではね、キャベツの方ガツガツさらないかと焼いてまいりましょう。まあ、そうこうしているうちにこっちだね、黄金だしの方ね、肉ゆだったよこれ。はい、そうしたらね、アクアパラダイスと作りましょうね。作ってポイント。はい、そうしたらこのお肉ね、はい、このフライチキンの方にね入れます。もうお肉は完全にね火が通っちゃっているんで、あとはキャベツがねしんなりすればもう完成だね、感じではないでしょうか。はい、オッケーオッケー、バレバレ、多少肉入ってもね、オッケーオッケー、ベリーオッケーでございます。触れないよ、触れない。せーの、おー、せーの、おー、せーの、おー。いや、早くちょっとキャベツしんなりしてくんないかな、これね、こう山盛りでもうバンバン飛んでっちゃうよ、これもう、みたいなね、感じではないでしょうか。はい、いくよ、せーの、おー、あー、おー、おー、せーの、おー、よいよいよい。3切れこぼしてしまいました。まあ、ほどほどにっていうことだね。うん、これ固まってるし。うん。はい、もうこんなもんでいいかな。ガツンガツンさらないかと。固まってるやつはね、ほぐした方がよろしいと思います。うん、ガツンガツンさらないかと。うん、ちょっと芯っぽいとこあるね。まあ、いいか、食っちゃえばね、女のね。はい、釣れるかな。よいしょ。よいしょ。きついね。かなりきつい。はい、そうしたらじゃあここで中火ぐらいにしてね、さっきの合わせダーレもう入れちゃいましょうね。ダラライカと、はい、入ったよこれ。うん、ガツンガツンダラライカと入りました。はい、そしたらね、あとは混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜるのね。もう肉は火取ってんかな今日はね。うん、もうキャベツがしんなりすれば、まあキャベツ生で食えんからね、まあそのままでもいいんだけど、でけえの芯入っちゃってるよこれね。だけどまあね、程よくしんなりしたところで、食べてまいりましょうね。はい、釣れるかな。よいしょよいしょ。いいかな、すごいいい匂い。やっぱニンニクと生姜のこの香りがね、味噌に相まってすげえいい香りですよ。はい、ということでこっちだね、これスープで使うからね、アクアパツー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 ね、ガツガツしていきましょう。ガニガニガガニガガガニガンボ、熱いな熱いな熱い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 。はい、ガニガニガガニガガガニガンボね。はい、アクをすくい終わったら、よいしょ。まあこの辺ひっくり返しといて、1% の塩ね、これ入れてまいりましょう。はい、1% の塩だね、辛いかと。はい、もうこれでね、ほぼ完成で、香り付けのお醤油一回しでしょ。それからまあセサミン、ごまでも振っとくかみたいね。そしてこれね、ごまアビーリン、はい、こんな感じ。はい、オッケーオッケー、ベリーオッケーじゃない、もうスープの方がね完成した。具がなくて寂しいねこれね。ちょっと具がなくてさ、カットわかめでもありゃいいんだけど今日ないね。うん、まあいっか、あとで何か入れましょう。はい、そしたらね、そろそろね、中火でやったのがシナシナシナンコシナリーナですね、なってまいりましたので、ここで一挙にね、すべての調味料とお肉とキャベツを一体化させて完成となります。はい、フリフリフリンコフリーナですね。はい、フリフリフリンコ、あ、すげえいい匂いだよこれね。はい、フリフリフリンコフリーナと、はい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 と、いや多いなこれ、食えないな昼からこれ。まあいっか、晩飯のつまみにすればね、一石二鳥じゃありませんかい。はい、こんな感じでいいかな、炒まったね。うん、よいしょ、これとこんにゃろ。はい、ダマダマもほぼなくなったかな。よいしょと、うん、よいしょと。はい、ではね、これで完成とさせていただきます。肉キャベツ味噌炒め&スビですね。はい、それでは盛り付けてテーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、カットわかめ倉庫から持ってまいりました、ね。はい、そしたらね、このスープの中に少しね、
もういっぱい入れちゃうとバッカバカね増えちゃうんでね、少し入れておきましょう。うん、それではね盛り付けに入ります。はい、テーブルの方にですね肉キャベツ味噌炒めですね運んでまいりました。そしてねスーピーね、カットワカメもパックリーナと膨らんで食べ頃じゃないみたいなね感じではないでしょうか。はい、それでは早速いただいてみましょう。お肉いっちゃうかこれ。うん、いやキャベツ1個だよ、すごいね。いただきます。うん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 、いやこの揉み込むことによってこの肉はやっぱ柔らかくなるよね。うん、美味しいです。うん、いただきます。うん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 、うまっ。キャベツがつきますね。うんうん、なんか一気にできたんじゃないのじゃん。うんうん、いただきます。うんうん、おいしい。うん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 、こらこらね。うんうん、なんかうん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 、あーつまじあて。うんうん、いただきます。うんうんうん、あーつこっちます。うんうん、黄金だしプラスこの豚肉のねイノシン酸、ダブルイノシン。うんうん、おいしい。うん、たまらんね。うん、いやーやっぱ味噌ってうまいよね。いただきます。うん、ほんとうまいな、これ。これ一気に食えちゃうね。一気食いできちゃいそうです。いただきます。うんうん、おいしい。うん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 、うん、このカプサイに入ったところ、これね。うん、いくよ。うん、いきます。うん、あっそうだな。うんうん、おいしい。うん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 、最高だね。うんうん、まあ、体にもいいよね。うん、本当に。うん、たまんないな。うん、やっぱこの豚肉のこのビタミン、ビーズを一緒に用意しちゃって今ね、ビタミンと豚肉と豚肉でいいか、豚肉2オッケーね。うん、関係ない。うん、はい、ということで本日の最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、肉キャベツ味噌炒めの作り方ね、ちょこっと豆板醤を入れてねピリッとねアクセントをつけてみました。うーん、私辛いのダメなのよねと、俺辛いの苦手なんだよなってことはね、もちろん入れないで OK です。そして豆板醤のない方はね、一味でも七味でもね、なんかちょこっとね入れると豆板醤代わりになって美味しいと思われますので、そちらの方もお試しくださいませ。そして皆さんに一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーズ一票を入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。良い一日を。またお会いいたしましょう。じゃあね。